キーシリーズ第20戦優勝戦、幕成3対3スタートしていきました。3号艇少し凹んでいきました。1番2番4番覗いた格好で1周目第1段幕、まずは1号艇の村上が旋回し、4号艇の中田にまくり出しは流れました。5号艇の加藤が内をついて2番手に上がり、3番手が4号艇の中谷です。早くも1号艇村上トップリードして1周2マークへと向かっています。スタートは前提正常でした。1号艇の村上トップ、そして5号艇の加藤2番手、3番手は4号艇の中谷とホーム直線コース。ホーム大村、この戦いで今年 V4 そして通算9回目、地元水面3度目の優勝へと向かっていきます。5号艇の加藤翔馬、4号艇中谷隼人と続いて上位体系は154、オール新入固定ルーキーシリーズ第20戦優勝戦、先頭は1番村上、優勝のゴール。ありがとうございます。それではファンの皆様に優勝の気持ちを一言、そしてカメラに向かってガッツポーズをお願いいたします。皆さんのおかげで優勝できました。次も頑張ります。応援お願いします。